ちゃ、こんにちは。ゆとかさん、はい、YouTuber になってから何年目ですかね。何年目だろう、6年目に入ったのかな。もうそんなですか。おー、2018年からだからな。あ、6年目ですね、目で言うと。確かに飽きないですか。飽きないな。楽しい。楽しいな。おお、王者だ。王者だ。いや、楽しいっていうのは、うん、未だに登録者数、はい、チャンネル登録してくれる人も増えてるしね、うん、そういう意味では応援してくれてるんだろうなという責任が出てきてるよね。そうですね、責任っていう意味では、うん、だからでも義務感ではやってない。やっぱこっちが楽しくないと見てる人たちも楽しくないと思うしね、はい、だから楽しみながら、うん、まあ、できたらいいなと、うん、チャンネル登録よろしくお願いしますということでいやいや、まあ本当に飽きはしない。飽きはしない。飽きはしない。だって毎日響き違うんだ、違うことなんだ。あの、同じことは一つもやってないですもんね。じゃあやってるよ。いや、なんていうの、ネタは同じネタやってるかもしれない。喋る内容が違ったりとか。まあ、それはもちろんそうだ。そうですよね。で、そんな中、なぜ聞いたかというと、はい、日本ハムの新庄剛志監督が、はい、来季への続投へ意欲的な言葉を発したということで、これ、27日、新庄監督が報道陣に質問したと、うん、みんな記者何年目ですかというふうに聞いて、その返答を聞いて、え、飽きないのと、俺、マックス3年かなというところで、報道陣から監督も3年ですかと問われると、もちろんもちろんと、完全燃焼させたいっていう、すべてにおいてと話したんですけれども、あと2年だな。あと2年、お、じゃあ4年ってことになるんですね。ああ、4年目に優勝すると。あ、じゃあもう1年はプラスアルファやってほしいと。もう1年、まあ、条件があるよ、うん、別の動画でも言ったけど、うん、FA を取ってる、ね、選手が出ていかなければあと2年経ったら優勝する、うん、じゃあその前にもしかすると新庄監督は3年目で辞める可能性。いやいや、辞めるか辞めないかは球団次第だと思う、うん、彼はそう言いながら要請があったら受けると思う。うん、まあ、野球が一番好きだからっていうふうには最終的には言ってるので、ね、まあ、それで 石の上にも3年って、はい、まあ、言うことわざがあるように、やっぱ何事においてもやっぱ3年はかかるよね、うんうん、で3年プラス1年、ここで俺は新庄監督の花は咲くと、うん、と俺は読んでるんだけどね。うん、ただ新庄監督どうなん、性格的にももう何年も何年もずっとっていう感じではないですかね。まあ、かっこつけだから、うんうん、優勝したらやめると思う。ああ、優秀の儀っていうところなんですね。もう俺はいいからみたいな。うん、いや、もうそうですね、一つの目標は自分はやり遂げたっていうところで。そうだな、うん、達成感があってその後続けられるかって言ったら、彼のやっぱ性格っていうのはやっぱスター性を重視するから、うん、で自分にも求めてることだろうし、優勝してやめると思う。無様な格好ではやめたくないと思ってるから、うん、だから俺はあのやり方を見ていて、まあ、1年目から、ね、批判されながら、まあ、今年2年目で3年目にクラスに入るか入らないか、上位との差を詰めていっといて、うん、2年後だから、うん、ただじゃあ来年もやるやる、やらせなきゃダメだよ。それはもうやっぱり球団側がってことですよね。だから一番面白いじゃない、野球。そうなんですよ、日本ハム。いや、だって見てて興味があるし、はい、何しでかすかわからないって、はい、だから解説聞いてても面白いよ、うん、みんなが迷い出すからここで何やるんですかねみたいな。いや、そうそう、三塁にランナーいるとそうなんですよ。いや、ここは 100% バントでしょなんて、うん、ね、いう解説なんかいないから、うん、日本ハムの時、いや、おそらくバントそうだと思うんですけどねっていや、そのぐらいやっぱ読めないんだよ。そうです、ね、だから読めない勝負っていうのは面白いじゃない、うん、だから 100m でさ、はい、小学生と大学の陸上部エースが走るって、うん、これどっちが勝つかっても鼻から分かってんじゃん、はい、ね、それじゃつまんないじゃない勝負って、うん、だから勝負が分からなくしてるっていうのが新庄野球だから、うん、だから面白いじゃん、これは。そうですよね。で、選手たちも現に育ってきているので、そう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 、1年目終わった時に最下位だった、じゃあ2年目どうするのか、続投するのか、続投になった、で、今の成績でさあ3年目っていうファンはやっぱ続投願ってると思うんですけれども、ただ今のままで3年でできるかっていうと、やっぱ物って順序みたいな、うん、順番みたいな、そういうものがあるしね、うん、
いきなり飛躍して3年目で優勝できるかって言ったら、まあできないこともないけど、だけど俺はあと1年の猶予をあげてほしいなと思う、新庄監督。じゃあ3年目の新庄監督での日本ハムのチームっていうのはどういう野球を私たちに見せてくれるんですか？どういう野球って、今の野球とはそんなに変わらないよ、うん、ただ選手の精度が上がってきてると、うん、もう少し上との差を、うん、今現在動画を撮ってる時点で3位との差が6ゲームある、はい、これが4位にいたとしても 2,3 ゲームになってるはずなんだ、うん、だからいつでも上位に行けるというさ、はい、そういう状態にいるようなチームを作り上げてると思う。ただしだよ、こんちゃんみたいに FA を使って出ていかないという、はい、加藤が FA をと噂が取ってる、うん、そこの2人が抜けたら、はい、これはまたピッチャーやり直しだから。そうですね、ああ先発だからチームを維持していくっていうのは大変だよ、うん、1年目はよく選手の特性、個性、性格もそう見ながら、うん、で今に至ると思うんだよ。だいたい形作られてきた、でこの精度が上がるのが来年、はい、勝負するのが再来年、これだと勝負できた時には面白いと、面白いですね。ただなんかもう 今や日本ハムの監督っていうと新庄監督っていうのがもう定着してるので、新庄監督じゃない監督になった時このチームはどういうチーム？あ、じゃあ俺がやる。え？もう俺にやらしてくれ。びっくりした。いや頼むから。本当ですか？いやもう新庄監督の継承するよ。引き継ぎます？引き継いで、はい、新庄監督が破壊をしてくれた1年目に、はい、で2年目、はい、ある程度形を作られてきた、うん、3年目精度を上げて、はい、で4年目に花が咲く、はい、本当にやめるんだと俺にやらせてくれ、うん、もうあの他の球団はいいです、はい、もう魅力があるのは日本ハム、わー、まあ、本当にやらせてほしいと思う。あ、本当ですか？いやもうこれはね本当に心の底から、はい、お願いします。いや初めてだよ、はい、初めてだよこうやって言うの。いや、そうですね、いやそのぐらい魅力的なチームを新庄監督は作り上げてきてるって。ということはじゃあ新庄監督が例えば退いた後豊さんが引き継ぎます。いや優勝した後だったらもうねもう一回破壊しなきゃダメだ。豊田さんどう破壊しますか一回？そしたらいやわかんないけどさ、その時になってみないと、はい、うん、だから破壊する必要もなかったらしないけども、うん、もう本当に夢のある選手が揃ってるからね、いやそれを引き出してるのも新庄監督だから、はい、だから楽しそうでしょ野球が。いやそうなんですよ、一番楽しそうにっていう、ね、うん、だからでも厳しいこともされてんだよ、はい、されてるけど楽しそうでしょ、はい、厳しさの中に楽しさがある、はい、楽しさの中に厳しさがある、うん、もうあそこは魅力がある、詰まってますね、詰まり上げてるよ溢れ出そうだよ豊さんだったらプラスアルファ何をあの日本ハムの選手に伝えていきたいですか？今頃だよ、出た出た、今頑張ってますけど、ね、ないけど、うん、まあいろんなことだよね、やっぱ精度を上げなきゃさ、うん、さらに今のままではやっぱ勝てないよ、うん、あのいくら打ってもどうのこうのでも守れないとさ、うん、長期戦っていうのはやっぱ守備が大事だから、はい、だからそこに精度を求めるようになるんだろうね、うん、君たちは打てる能力は絶対あると、だけどやっぱこう守るという意識をもう少し高めていかないと勝てないだろうな、はい、うん、でそこをプラスアルファ高木監督は注入していく新庄監督失礼そうですね、いやいやあれだけのチームをね、はい、魅力的なチームを作り上げてきて、うん、選手も全員見て、うん、ね、ドラフトやって、うん、新しい選手が入ってきて使ってみて、はい、あ、まあ順調にいってると思うよ今のところは ね、 ですよね。それはまあ本当もったいないなっていうゲームもたくさんあるけど、はい、それはまた跳ねのける流れを悪い方に行かせないパワーみたいなのもあのチームにはあるしね、はい、だから本当に魅力的なチームになってきてる、ね、そうですよね。だからまあね、二刀流の矢沢選手のこともありますし、新庄監督が例えば3年目になった時にその二刀流がさらに開花するとか、まあそんなちっちゃなこと、二刀流がどうのこうのとかちっちゃいちっちゃい、もっと大きなスケール、いやもう大きなスケールで球界を席巻するような感じ、うん、いややっぱ日本ハムの野球が一番面白いよっていうふうにみんなが言うようになる歌、うん、まあ今北海道というね、はい、北に行って情報があんまりこう降りてこないけども、うん、いや本当にね、この動画見てる人はね、一回
1回だけじゃないな、3回ぐらい見たら魅力が分かる、はい、うん、俺がいやあそこはやっぱ監督やってみたいって俺初めて言うと思うけど、そうですね、こういうこと、はい、いや魅力のある選手がたくさんいるから、だからその魅力ある選手を引き出してる、やっぱり新庄監督が、ね、すごい、いや俺はすごいと思うし、うん、引きつけてる、また解説を聞いてると何を解説になってない予想が立たないことが、うん、面白い野球を展開してるということだよね。そうですよね、もうそういう定着をさせてるということだから、うん、だからすごく面白いと思う。そうですね、でもファンにとってもあの3年目に続投の意欲っていうのは嬉しい。いやいや、あのね、4年間はやったほうがいい。4年間、俺4年経ったら優勝してる、うん、っていうふうに俺は信じてるし、FA、まあその代わり何回も言うようだけど、うん、FA で出ていかないという条件のもとでね、はい、そしたら優勝する、うん、で今 FA を取って FA を考えてる人たちは残ってそこで頑張ったら、うん、はい、北海道の英雄になれるから。あ、そうですよね、うん、クラーク博士博士か博士か、はい、日本ハムのエースかってエースとか準優エースかそのぐらい並びますか。並ぶから、並びますか、うん、でもあのファンはやっぱり新庄監督があの胴上げされてるシーンも見たいですし、新庄監督は胴上げが似合わない、似合わない、新庄監督がこうやって胴上げして喜んでるの普通すぎないか多分何かやってくれるでしょうね普通すぎて嫌だな俺は。嫌だ、いや俺は嫌だな、普通すぎて。何がいいですか、ね、あんな胴上げなんかこうやってもう古臭くない、なんか胴上げしてそのまま上にまたなんか上がっていっちゃうとか、なんか胴上げのどういう意味なんだよ、わかんないです、何ですか、ね、結婚式でお前新幹線のホームでも昔はまあ胴上げしてた本当ですか、だから何の意味があるのかとわけわかんない、何で発祥したのかわからないですけどね、胴上げそれよりは、うん、まあ、もっとスマートに新庄監督はなんかやりそうな感じがする、まあ、でインタビューでは葉巻吸いながら食べやる、いやでしょそれをやります、いや向こうはやるからね葉巻、あアメリカは、うん、まあ、なんか突拍子のないことをやってくれそうな感じがする、まあ、そうですね、ファンを喜ばすことが好きなので、ね、そうだね、はい、まだ優勝するとは限らない、あもちろんまだね、もちろん来年再来年ね、うん、はい、まあ、ただね3年目の続投もありそうなのでちょっとそこはさせなきゃダメだよ、日本ハムは、日本ハムはね、はい、そこは、はい。